いやもうこれケツアゴっていうかもうただのケツじゃね。皆さんこんにちは、夢蔵です。今回は王様ランキング第6話について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想考察ネタバレ、たまにゲーム配信もしております。王様ランキングについては毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回も第6話の内容を振り返りながら感想と解説を語っていきたいかなと思います。前回出てきた、最後に出てきたね、謎の王冠かぶった男だったんですけど、なんと王様ランキング2位のメーフ・デスハーという男だったんですよ。デスハーって言いづらいな言いづらいな、デスハーなんにいきなりここでランキング2位のやつがね出てくるってことで、もうこんな序盤で出ていいのって、しかもあんま強くなさそうだなっていう若干思っちゃったんですけども、なんか影がボッチのために強くするために、なんかボッチを強くするための男がいるみたいな感じでね探してて、まあそれがねこいつだったんですよね、うん、まあこいつ曰くね、うん、まあちなみにその男俺だけどなってね、ちょっとすごいだるそうに言ってて、そうなんだって、じゃあとりあえずボッチの実力見せてよって言って、あの冥府騎士団の隊長、もう冥府騎士団っていうのはもう最強の騎士団なのね、地上最強の騎士団のそこの隊長って言われる、まあ、唯一だから実質最強の剣士、戦士でね、うん、史上最強の戦士と手合わせしようって話なんでね、うん、いきなりレベル高すぎでしょ最弱の王様 VS さ、もう最強の隊長兵士っていうね、うん、これ絶対ボッチ勝てないよねっていう、もうデスハー結構意地悪だなと思いながら見てたんだけど、うん、でもうボッチに、うん、やってみろって言ってやるんだけど、まあ、相変わらず攻撃弱いよね、まあ、知ってたけど、まあ、とかやるけど、全然もう木の棒でねパチンパチンみたいな感じだったから、もう体調もめっちゃ困ってんのよ体調甲冑で表情わかんないんだけど、もう表その甲冑に、あ、その困ってる汗とかが出てて、もうなんか可愛かった体調が、絶対この人いい人だ、よかったと思ってね、ここでなんかノータイムでさ、いきなりバーンみたいな殴られてぼっち瀕死みたいななってもやだなと思ってたけど、それはなくてすごい安心しました。で逆にそれをね見て、そのデスハーが、お前ダメじゃん、全然ダメじゃんみたいに言うんだけど、カギが、いやちょっと待ってくれよって、でもぼっちは避けるのがすげえんだよ、避けるのを見てくれよって、分かった、じゃあ攻撃してみろよって言って、その隊長が、うん、もう実力分からせてやるって感じで、ふんってやるの、本気でやるのよ、隊長の攻撃本気でやるんだけど、全部避けます。もうなんか今までの避ける感じよりもさらに早く避けてたような見えた。その台だとボッチが手合わせしたじゃん、その時の避け具合よりもさらにめちゃくちゃ俊敏に早く避けてて、うん、ボッチこんなに動けんのってちょっとびっくりした。もしかしたら避けれないんじゃないかなってちょっと危惧してたんだけど、もう全然そんなことなくて、めちゃくちゃスササンって避けてて、もう影ちゃんもギャーとか言ってあまりの体調の攻撃のすごさに影もギャーとか言ってたのに、もうボッチはスシャ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 ってね避けまくるんだよね。最初は困ってた体調も、あ、さすがボス王の息子だみたいな感じで認めてたんだよね、うん、で影が、いやどうだボッチすげえだろ、強くしてくれよって言うんだけど、いや無理だなって諦めろってどうやって大体そんなお前攻撃力ないから、その鎧どうやって突き破るの大体みたいな感じで、もうダメなんだよね、うん、でボッチすぐ落ち込んで、ボッチ落ち込んでさ、ね、影がさそこでさ必死に、いやそんなことない、いやなんとか頼むよみたいな、そのボッチよりも影がさ必死にこうお願いするところがね、またけなげな影ちゃんが可愛くてね、ちょっと泣きそうな顔になりながらボッチを慰めたりすんだよね。で影ちゃんがそう思い出すの、あそうだと思って、推薦状持ってきたんだってことで、まあ、なんか紙を渡されてたよね、それをデスハーに渡すんだよね、これちょっと読んでくれよ、読むとね、読んでたらビリ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 破られるんだよね、そのね、推薦状破られて、二人をつまみ出せって言ってつまみ出されるの、なんでなんでって、さっきまでなんかこう見てくれるみたいな雰囲気だったのに急にねつまみ出されます。まあ、なんでそんなつまみ出されたっていうと、まあ、実は影が探していた人物っていうのはこのデスハーじゃなかったんだよ騙されてたんですね、からかわれてました。まあ、デスハーじゃなくてデスパーっていう人物を探していて、影ちゃんは弟なんだよね、
デスハが兄で、デスパっていうのは弟にいて、そいつがその強くしてくれる人物だったんですよ、うん、だからその推薦状になんか多分デスパーへみたいな書いてあったのを見て、デスハが俺のことじゃねえじゃねえかって破り捨ててポイってしたんだよ、うん、まあ、それ追い出された2人はさ、 それでも影に坊ちゃん、おやごめんね影、期待に応えられなくてごめんねみたいなこと言って、その後にもう絶対僕強くなるよってすごい意気込むんだよね。意気込んで、あの大きな岩持ち上げるみたいな感じで大きな岩こう持ち上げようとして、やっぱ持てないのよね、大きな岩持てなくて、えへへへとか言ってちょっと照れ隠しで笑って、その時の仲間2人とも笑ってるのも可愛いし、その後にじゃあこのちっちゃい岩なら持てるかなみたいな感じで近くにあったちっちゃい岩ふんって持とうすんだよね。でも持てないのよね、悲しいことに、やっぱそれも持てなくて泣いちゃうんだよね、ぼっちがまた泣いちゃって、手もさこんな腫れちゃって泣いちゃってさ、それをさ見て影が大丈夫、お前なら大丈夫だよ絶対みたいな感じで慰めて、二人がこうもう影も泣いてさ、こう慰め合ってるところ可愛い。そんな二人を見てたらもうね、心優しい隊長が、最強の隊長が、いや待てと、ちょ待てよとね、もうデスパー様のとこ行けよって言ってくれて、うん、まあ2人はデスパーの元へ向かうんですね。で一方ダイダですよ、ダイダこっちもねやばかったね。ダイダ、まあ、前回この謎の液体飲みなさいって鏡から言われて、いや俺飲まねえよって自分の力で強くなるんじゃいってね、うん、だが断れてらバーンってね床に投げ捨てるんだけど、うん、そこにねアピスが来るんですね。アピスやっぱり来てる、まあ実際来てる描写あったから、まあ絶対来るんだろうなとは思ってたんだけど、もうノータイムで顔を見るや否や槍で殺そうとするんだよね。あっさんってね殺そうとして、でギリギリ鏡が止めてくれんの。鏡がやめよってピタッて止まるんだよね。もうダイダの首の手前まで槍が来てて、さすがのダイダもねもう身動き取れずにこうブルブル震えてるような感じだったんだけど、なんでねその声でアピスが止まったかというと、実は鏡の本体とアピスが知り合いだったんですね。まあ、前回の話でもちょっとそういう描写があったので、まあ、そうなんだろうなと思ってたんだけど、それをねその声を聞いたアピスが まさかミランジョ様ですかつってめちゃくちゃ焦ってる様子だったのよ。焦ってるっていうか怖がってる様子で、だからただならぬ関係なんだろうなっていうのはねここで分かりますよね。まあ、ミランジョってお前ミランジョって名前だったのっていうのもねここで判明されます。まあなんか昔会ってなんかお前に力を貸してやる、力を与えようかみたいなことを言われて、それグリフォンに襲われる描写とかもあったから、なんかすごい修行なのかすごい儀式魔法をまあされてたんじゃないかなっていうところで、アピスなんですけども、なんでアピスこんなことしたのってなるじゃん。いきなり現れてさ、ダイダ殺そうとしてさ、お前だいたい国出てったんじゃないのっていうところなんですけども、実はもうめちゃくちゃただの素直なやつだったんですねアピス多分裏表とかないんだよこいつ。すごい素直で、ただボス王が遺言状でボッチを王にしてくれって言ってたから、だからダイダ殺してボッチを王にするんだっていう、その単純だよね、こう素直すぎてさ、その遺言通りにただしたくてやったんですよね、うん。まあ、そんなねアピスと鏡がこう2人でゴニョ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 コソコソ話してんだよ。ダイダを抜かしてコソコソ話して、でまさかそんなことがえみたいな感じで言って、もうアピスがね土下座すんだよね。土下座してもう仲間にしてくださいみたいな感じでダイダに土下座するんだよ。もうダイダはもう信用できないわけじゃん。だっていきなりね殺されそうになった、そんなやつを信用できない、いやで、うん、どうしよう、でも土下座してるしなってこう自分の中で葛藤しながら、まあ許すかみたいな感じでこうね武器を下ろしたら、もうね腹パンですよアピス大人げないアピスね大人げない全力の腹パン、もう油断したその一瞬に全力の腹パンをね子供に決めるっていうね、もうそれでダイダは気絶しちゃうんだよ、うん、気絶して拘束されます。椅子の上で縄でぐるぐる巻きにされて、まあ、アピスとね鏡がまた手を組んだみたいな感じなんだけど、まあ、鏡的にはもっと早くこうしたかったと、うん、でもできなかった。それはベビンがいたから、ベビンとヘビたちがずっとダイダを守ってた、いつもそばにいたから 手を出すことができなかったんだよね。でもベビンが今
いないからもうやりたい放題なんだよね鏡も。で結局謎の液体ね飲まされます。床にねばらまいたあの謎の液体ねこう雑巾で絞って、その雑巾をギューってねあ雑巾でそれ拭いてギューって絞って絞りたて雑巾絞りたて 100% のね謎の液体を飲まされちゃうんだ結局、ね、結局飲まされちゃって、ここでねすごい意味深なことを言うんだけど、ダイダ様あなたの不安は正しかった、これは力を強くする飛躍ではありません。じゃあこの薬何なんですかっていうね、めちゃくちゃ気になりますよね。で最後またボッチの場面に切り替わるんですけど、ボッチと影がデスパーの家に着くんだよね。弟のデスパーの家に着いて、そこで「いやすいません」って言って出てきたのが、そこで出てきたのがもうお兄ちゃんとは全然別人のイケボなハンサムなね少年が出てくるんだよね。もう岸辺露伴を感じるよね。なんかすぐわかる、あの桜井さんのボイスの出し方、めちゃくちゃ岸辺露伴やんあれ。もうさすがのね影ちゃんもなんか全然イメージと違うって言って、そこで第6話が終わります。もうほんとあっという間なんだよなこのアニメマジで。もう終わりって毎回思わせてくれる、本当に面白いですね。はい、ということで今日はこれで動画終わりたいと思います。よかったら皆さんの感想もぜひぜひコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。